降りれなかったら来年成虫にはなれないんでね、来年の夏に成虫になるんで、今これ一瞬一瞬その時が本当に大切だということなんですよ。あ、ちょっと愛らしい顔も見ますね。本当に毛なげでしょ。超超超いい感じ、超超超超いい感じ、こんにちは、蝶々と結婚した男蝶太郎です。はい、ということで今日もね、大好きな蝶々の話やっていこうと思います。今日やっていくのはで、大紫が越冬開始ということで、僕がメインの活動としている大紫という蝶々の幼虫の冬越しの様子をお届けしようと思うんで、最後まで楽しんで見ていただけたら嬉しいなと思います。じゃあいきますよ、レッツチョー。はい、ということでやっていこうと思います。そうなんです、僕のメインの活動は日本の国蝶大紫という蝶々を毎年1000頭以上飼育しています。そのマニアックな蝶々マニアックな飼育動画を上げています。最近ちょっと多いですね、そればっかりになってると思うんですけど、そちら前回ね、この板ダミー板なんでつけたのかっていう動画撮ったんで、ぜひぜひそちら見てくださいね。はい、でですよ、大紫という蝶々の幼虫、もう一度おさらいしましょう。まあ前回も見ていただきたいんですけど、まずね、大紫という蝶々の幼虫は、じゃん、この子です。さあ、この子です。葉っぱの上にちょこんと乗ってる子、この僕のね、人差し指です。こんなにちっちゃい子なんですよね。今はね、今の段階はちっちゃいです。で、この大紫という蝶々の幼虫は冬どのように過ごすかというと、このままなんです。幼虫で過ごすんです。でもここで過ごすわけじゃないんですよね。この大紫という幼虫はこの木、えのきという木のこの葉っぱを食べてこれ育っていました。で、このえのきという葉っぱはこの黄色くなってますよね。これ落葉樹といって、葉っぱはヒューンと落葉して落ちていっちゃいます。だから冬になったら葉っぱ全部なくなっちゃいます。そしてそうなったら、じゃあこの子たちどうすんのと思うかもしれないですけど、このまま葉っぱとヒューンヒューンじゃなくて、この木の根元をずら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 と降りていって、根元付近で幼虫で冬を過ごすというわけなんですよね。でですよ、今ね、あ、でですよ、これで、ね、今見てもらいました、この緑の幼虫ね。で、前回質問、またまた質問いただきました、ありがとうございます。その質問が、この大紫の幼虫がこの降りていくのは一斉に降りていくんですかっていうご質問でした。そちらにもちょっとね、お答えしようと思いますね。この緑、まだちょっとこれ黄色っぽいですね、黄色っぽい子もいるし、そしてこちら、まだちょっと緑ですね、この子、緑っぽい子もいますね。そしてよく見たら、ここちょっと見にくいですけど、どうかな、この子、この子、ほら、この子、ほら、もう茶色っぽいですね。いろんな子がいます。そしてですよ、そしてですよ、じゃあ根元をちょっと見てみましょう。根元をちょっと見てみましょう。根元を見てみると、いきますよ、じゃあなんと、もう降りてる子もいっぱいいます。はい、そうなんです。このように、この根元付近の葉っぱの裏で、このようにじーっとして長い長い長い冬を過ごすんです。だから今ちょうど、今日はね、12月1日なんですけど、もう11月から始まってます。11月12月1月2月3月と、この寒い間、この木の根元付近で冬を過ごすんです。さあ、いないかな、他にもいないかな、ちょっとここも向けてみましょうか。ほら、いた、いろんなところにいる、ここもいるし、ほら、ここもいる、かくれんぼしますな。ゴキちゃんもいますね。はい。まあ、ゴキちゃんは別に攻撃しないんでね、大丈夫です。はい。このように木の根元付近で風に飛ばないようにして、この辺にじーっとしてる。ってことなんで、こうやってちょっとね、かけてあげて。はい。というように、この風に根元付近で冬を過ごします。そして質問。ごめんなさい、ちょっとすいませんね。質問は、一斉に降りていくんですかっていうことで、今ご覧いただいたように、この早く降りる子もいれば、まだこの方に、このようにね、まだ葉っぱに乗ってる子もいるっていうように、蝶々の幼虫も人間と同じで個性があります。もう早く降りて寝ちゃおうっていう子もいれば、ちょっとゆっくり、まだ僕はまだいいやっていう子もいるし、そしてね、黄色の段階、まだ黄色の段階とかね、色緑の子とか、まだちょっと葉っぱ食べたりもしてると思います。もうそんなたくさん食べないと思いますけど、はい。なので、個性があって、まあ一斉にみんな一緒になって降りようぜ、ベイビーっていうわけじゃなくて、もう早く降りる子もいれば、ゆっくりしてる子もいればっていう風に、いろいろ様々というわけなんですよ。そしてさらに例外があります。このようにね、木の根元で降りますっていうことですけど、これが基本なんですけど、例えば、じゃあこのね、
木のこの間に葉っぱいっぱい溜まってますよね。例えばじゃあここめくってみましょうか。どうかな、ほら見た、ほら見たじゃない、ほらいた。はい、というように全部が全部は、基本は折れるんですよ、基本は折れるけど、途中にこういう風に湿り気があって落ち葉がこうやって重なってるところで、こういうところでも冬を過ごしたりします。さらにですよ、このようにこの子なんて、この子大丈夫、この子折れるかな、この後見てください、このここね、樹皮にくっついてる子もいますね。はい、このようにここで過ごそうとしている子もいたり、結構実は様々なんですよ。だから自然界でもそうだと思いますね。だからこれもね、蝶々たちの考えた僕はリスク分散じゃないかと思うんですよ。で、風で全部飛んでいっちゃったら全部ダメになるから、一部このようにいろんなところ、思いますね、いろんなところこうやって残っている子もいる。自然界のとこでもそうじゃないかと、これね、ハウスの中ですけど、自然界でもそのようにリスク分散してるんじゃないかと僕はちょっと考えています。まあ、基本は降りるんですよ。基本は降りて根元で過ごすんですけど、こういうくぼみがあったらそこにもいるというわけです。ということで、自然界でゴマダラチョウ、オオムラサキ探すときも、根元だけじゃなくて、こういうところも探すっていうのも実はポイントだったりします。ぜひぜひね、この根元が基本ですけど、そういうこういうところ実はいるかもしれないなって探してみてほしいなと思います。はい、ということで、今回はこのようにね、オオムラサキ、いよいよ他も見てみましょうか。オオムラサキ、いよいよ、冬のね、寝る準備に入りましたよってことで、ほら、ここにもいっぱいいますね。はい。で、基本的には僕はこの、しばらくはこの状態にします。まあ、ちょっとね、やっぱり数管理しないといけないんで、数えたりもしますけど、基本的にはしばらくこの状態でね、もうじーっとしてもらいます。はい、いっぱいいますね。今回は、オオムラサキがいよいよ越冬準備、冬の過ごす準備に入ったっていうことと、その一斉に降りるのかっていうことでね、まあ、これなんて大丈夫かよ。ブラーンってなってるよ。はい。だから個性があって、降りるタイミングも違うということでした。はい、ということでここでお知らせでーす。なんとこちらオンラインショップベースさんで蝶太郎グッズが買えまーす。もうこだわりの標本キットですよ。標本がこれで完成するよっていうキットだったり、いろんな蝶太郎グッズがあるんで、ぜひぜひ概要欄にリンク貼ってるんで、そちらからベースさんの蝶太郎オンラインストア見てくださいね。はい、ということで引き続き蝶々の動画をご覧ください。さあ、降りていってる子を見つけたのでご覧いただきましょう。このように木の幹を一歩一歩歩いて降りていくんですよね。だから葉っぱからヒューンって一緒に落ちるわけではなくて、この幹を一生懸命ゆっくりかつ早くっていう、この矛盾しているんですけど、本当にでもね、その通りだと思うんですよ。ゆっくりでも早く下に降りないと天敵に見つかりませんようにって思いながらこれを歩いてると思うんですよ。もうけなげでしょ。このように降りていって、木の根元でやったっていう風に、木の根元の葉っぱの裏でやっとゆっくりできるっていうことで、今この時は本当に緊張感があると思うんですよ、この子は。ね、でもね、この姿がね、ないと今のこの、あ、これが8倍速です。8倍速でこの速さです。はい。でもね、本当にだからこの大事なんでね、このこうやってちゃんと降りれなかったら来年成虫にはなれないんでね、来年の夏に成虫になるんで、今これ一瞬一瞬その時が本当に大切だということなんですよ。あ、ちょっと愛らしい顔も見ますね。本当にけなげでしょ。だからですよ、まだねこの木は低い方ですけど、もっともっと大きいえのきだと、この子からしたらもうすごい距離を歩いて降りているっていうことなんですよね。一生懸命降りてます。なのでこれからね、野外で冬ゴマダラチョウ、大紫、えのきの木の根元に過ごしています。見つけたら、まあ飼育するんだったら一生懸命やってあげてほしいですし、もうそのまま見つけて写真撮って、それで終わりだと、ちゃんと風で飛ばないようにして元に戻してあげてほしいなと思います。はい、ということでこれは4倍速です。一生懸命降りています。頑張れムー君。はい、ということでつい応援したくなるムー君です。あー、もういよいよですよ、こうして長い冬が始まります。そうです、このようにずら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 と降りていって、木の根元に置いてある落ち葉にこのように冬を過ごす。そしてこのまとまってんのもなんでなんでしょうね。ちょっと最後まとめ動画、それもね、考察してみようと思います。はい、ということで、ずら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 降りていっている幼虫ちゃんも見れましたし、このようにもう一生懸命もう眠りに入っている子も見つけました。はい、ぜひぜひ皆さん、野外で、オオムラサキはちょっと難しいっていう子も、ゴマダラチョウは結構見つけやすかったりするので、探してみてほしいなと思います。ということで、幼虫ちゃんの降りていく姿でした。
はい、ということでいかがだったでしょうか。いよいよ大紫の幼虫が幼虫で冬を過ごすためにもうずらずらずらっと降りていって、木の根元付近の葉っぱの裏でもうじーっとするタイミングになりました。で、例外もあって途中で止まってる子もいるということでね、そこが安定していい環境だったらそこでも過ごすんですよね。だから全員が全員降りてるわけじゃないっていうのも見ていただけたかなと思います。そしてその降りていくタイミングは個性があるということですね。もう早く降りちゃえっていう子もいれば、いや僕はまだもうちょっと葉っぱ食べようかなって言ってる子もいるし、もう下に降りたらね何も食べてないと思います。まあ水はねちょっと飲んだりとはしてるかもしれないですけど、葉っぱは降りたらもう食べないんで、そういう個性があるっていうことですね。そしてですよ、見てもらいましたか、ずら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 一生懸命降りてたんですよ。これね、僕このハウス、この大紫のハウスだから木ってまだこれだけど、野外見てくださいよ、えのきってこんなでっかいのがあります。そっからず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 ら降りてくるんですよ。これ超大冒険なんですよ。しかもその動いてる時っていうのはやっぱり天敵に見つかりやすいから、多分おそらくゆっくりそして早くっていう矛盾のな感じながら、ゆっくりあんまりねガサ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 ってやったらバレちゃうから、ゆっくりかつ早くっていうこの矛盾のことを考えながら、幼虫は一生懸命降りて、やった葉っぱに降りたっていうことで冬を過ごす。でもこれがヒューンと飛んじゃったらダメになっちゃうんで、もいいところを見つけて、だからね、おそらくあの葉っぱいっぱいついてるのありましたよね、こちらのようにいっぱい一枚の葉っぱについてたりしますね。これはもしかしたら風でヒューンって飛ばないためにみんなで一緒に重たくしようぜって言ってるのかなって思ってるのもしますね。普通ね、葉っぱの上では縄張り意識が強いんで、1枚の葉っぱに1頭っていう幼虫がついてることが多いのに、下に降りたらいっぱいついてることがあるんで、それももしかしたら風でみんなで飛ばないように一生懸命つがめて助け合って生きようぜって言ってるのかなってちょっと僕はね感じたりしています。はい、ということで今回はいよいよ僕の飼育してる大紫たちが降りていって冬の越冬準備に入りましたよっていうことと、そのまた質問でコメント欄に質問いただいたことにお答えさせていただきました。というように、もうちょっとね冬でね質問も減ってくるかもしれないですけど、ぜひぜひコメント欄に書いていただけたら、そっちにこのようにまたねお答えできたらなと思うんで、コメント欄でもいろいろね書いていただけたら嬉しいなと思います。ではまた次回のちょうちょの動画でお会いしましょう。ちょうならちょうならちょうならー。